皆さんこんにちは、のっちです、今回プレイしたゲームはこちらです。ハイパーロボットです。それではご覧ください。どうぞ。ハイパーロボット、プレイヤーの目的は目標チップを集めることです。ボード上には同じ色、同じ形のマークが描かれたマス、つまり目的マスが1マスだけあります。プレイヤーは同じ色のロボットを目的マスへできるだけ少ない手数で移動させる手段を探ります。そして最も目標チップを獲得したプレイヤーがゲームに勝利するのです。で、他のロボットも動かしていける。例えばここへ止めてこう行ってもいいけど、他のロボットは自由に動ける。うん、他のロボットも当たったとかないだけど、まっすぐやろ。うん、どういうこと？自分の、例えばここやったらここに入れなきゃいけないだろ。うん、自分のをそこへ入れる手だろ。自分って何？あ、自分とか関係ない。関係ない。色分けしたらだけ。はい、このロボットを動かすのも一手に入れる。はい。で、ロボットに当たったら壁と同じ？当たる、止まるか、左右。じゃあ、壁と同じになるの？うん、壁と同じになる。どのロボットを動かしてもいいってこと？どうでもいい。で、一番手数の少ない人。例えばこれで黄色出たらもう一手で終わるってこと？あ、ほんまや。何どれを動かしてもいいってこと？ん？さっきこれ、例えば、うん、何度目だ？ガスが赤をここや。これでいく？えらんめちゃってパッと出す。あ、そうか、そういうことか。こう突き当たらねえ曲がっちゃいけんってこと。うん、あ、それごめんごめん。お手つき。お手つきしちゃう。これなんでこの前簡単にいったんだ。動かしてもいいかな。うん、3回同じこと聞いてますね。わかった。わかった。1、2、3、4、5、6。 6？ 一緒に終わる。あ、5個もしてんの。うそ。まあ、俺から行ってみるわ。終わった。また？え、行くで。1、2、3、4、5。5じゃが。6じゃが。なんで？6やろ。5じゃ、5じゃ、5。なんで？1、2、3、4、5。6やが。まあ、でもあんたも一緒やろ。うん、で、これが点数だ。いや、5と6で違う。いや、5は一緒じゃない。1、2だろ。3だろ。4、5、6。じゃあ6だ。お、6な。うん、まず、角、曲がった数じゃない。また、わけのわからないルールを持ち出していますが、当たった数。動かした数だよ。1じゃん。2、3、4、5、6で勝ちましょうか。うん、勝った。で、これが点数だ。で、次。もう途中から考えろ。もうめんどくさんだ。おい、選で。はい。はい。赤をここ。はい。用意、
スタート。あ、わかった。分かった。うん、分かった。はい、終わる。はい、終わり。なあ、こう。ガチどうぞ。こう。こうじゃ。手法だったけど。どうぞ、ちょっとやって、ほんな。じゃあね。1、2、3。そこなんで止まれんか。まあ、止まれんか。もうお手つきだし。もう今のでアウト。これ、ここへ来たんじゃろ。この辺り。そこへ置く。こっち置いてねえよ。これも。ああ、そうか。最初かそこで、うん、あ、ここか動かすみたいなね、その止まった位置から、ほんならこれ動いとったのじゃあな根本的に違うが、僕やる、僕やするわかった。何個？また、うん、わかった。まだ終わってねえね。でも、全員わかった？いや、3。じゃあ3行って。いや、感知から行く。感知行って。うん、違うかもしれない俺3点でいけるって。あ、ダメだ、ダメだ。3点でいけるって。1、あ、いかん、どこ行っちゃう、違うとった、あ、違うとった、ごめん列が違うとった何進むの、あ、お手つきだろ、お前感じじゃんこれは結構な難問ですわ。あ、分かった、どうやって分かったけど忘れるな、これどういったか。分かった、行った行ったぞ。おう、カッコンカッコンするけど、分からなかった。あ、分かった。あ、言ってね。違う、違うだ、お手つきや。あ、いけるんか。あ、言ってね。言ってね。言ってね。忘れんように。もう落ちた、ダメだよ、落ちた、うん、10、分からん、10やって、1、2、3、あと4、5、6、7、8、9、10。わあ、すげえ感知くん、おめでとうございます。やめるこれあのお前と積み木と同じで、うん、ひらめいたら面白い、ひらめかなかったらもう面白いね泥沼ゲームやめる最後やってやめる、もう
頭に止まってきました。いや、だって出るつまらん。つまらそうだから。やめよ。もう一回言っちゃうや。何を？もう一回やる？もういい。いや、もうやめよ。眠そうになってきた。ものすごい静かだな。